行き過ぎる悩み相談ということで、アポロンさんは噛みすぎるということから、一人が丸々すぎるキャラ、行き過ぎたキャラになって、いつもの僕たちは絶対出てこない視点や思考で悩み相談に乗っていこうと思います。はい、ということで早速悩めるうさぎちゃんからのお悩みメールを紹介しましょう。うん、こちらごま団子さんです。ありがとうございます。乾燥しがちなのか、うん、癖で、唇の皮をむしってしまいます。なるほど。リップクリームを塗ったり対策はするのですが、合わないのかあまり効果がありません。うん、おすすめのリップクリームや何か対策があれば教えていただきたく思います。なるほどね。またたまるんるん梅麺はついやってしまう癖などありますか、とのことですね。はい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 、はい、なるほど。まあ、乾燥はね、今まさにリップクリームあるよね、そこにね。あ、僕ありますね。使ってるね。使ってますね。やっぱまあ、乾燥しがちなんですよね、多分僕も。まあ、するよね。喋る時にこうくっついちゃうことがあるので、はいはいはい、基本的に塗ってますけれども、あ、ね、まあ、そんな悩みをですね、どんな行き過ぎるキャラで答えるか、じゃあ行き過ぎカードを引いて決めてくださいということで、じゃあたまるんでお願いします。はい、チャラすぎる。お、じゃあごま団子さんからのお悩みをチャラすぎるキャラで。あね、はい、いけそうですかね、大丈夫ですかね。わかりました、はい、はい、いいでしょう。ということで、行き過ぎる悩み相談開始。ごま団子のさ、唇ってさ、可愛いよね。いや、ちょっと食べたくなっちゃうなこれ。いや、でもさ、あんまりこうむしってたりするとちょっとその可愛い唇がかわいそうっていうか、ちょっとごま団子の魅力ちょっと半減みたいな。うん、俺はね、だからね、あんまむしったりするよりはもうそのままの方がいいと思うし、いや俺がさリップクリーム塗ってあげるからさ、後で食べさせて。怖い怖い怖いキャラになっちゃいましたよ。チャラいというか、なんかもう執着心となんか猟奇的なものを感じましたけど、怖っ。でも言ってることはリップクリーム塗れっていう。実は至って真面目な、ね、まともなことしか言ってないやつなんだけど。なるほど。いや、まあでも無心のは良くないんじゃない、きっと。まあね、いや良くはないと思いますよ。なんかリップクリーム以上のケア用品って売ってるのかな。全然詳しくないんだけどさ、リップクリームがあるのかな。あ、パックみたいなものとか。あ、でも手先でできないですもんね、パックはね、家で。まあまあまあね。ってなるとやっぱリップクリームぐらいになっちゃうんですかね。なんかね。リップクリームはでも合わないですよね、この人ね。でもなんかどうなんだろう。合わないのかな。なんかもっと肌に優しいみたいなさとか。それかもしくはもう乾燥が原因じゃないかもしれないですね。爪を噛んじゃうとかと同じで、そういうもう何か。自分の癖なのかもしれないですね。じゃああれじゃない、なんか、唇の感触に似たものを用意して。確かに。なんかそれを触るのがもしかしたら楽しいのかもしれないから。とか、いいですよね。そう、なんか代替品を用意する、なんか虫ってもいいものを用意して。そうね。唇むしりたいなと思ったら大室にそれ出して、それ出してむしるっていうね。確かに。無限唇の皮みたいなね、 あったらプチプチみたいな、無限プチプチみたいな、無限唇の皮、ね、開発していただければこういう方は救われるかもしれないですね、もしかしたら。そうですね。なるほど。今度ね、うちの番組からグッズで、あ、いいですね、無限唇の皮。需要あるかな。すごいニッチな商売します、ね、めちゃくちゃ怖いけど。はい、じゃあ続きまして、ちみさんからいただきました、ありがとうございます。最近急に寒くなりましたが、寒くなったからかな、ちょっとよくよく読んでみたら、最近急に寒くなりましたがって書いてある。寒さにやられてますね。温度変化に体はついていけてますか。私は冷え性で足がなかなか温まらないのが最近の悩みで、夜布団に入っても足の冷たさで寝つけません。入浴後すぐに布団に入ってみたり、湯たんぽを使ってみたりしますが、温まらず、布団に入ってから1時間以上は眠れません。これからもっと寒くなっていくので、どうにか対策を考えなければと思っています。足がポカポカになって気持ちよく眠れるにはどうしたらいいでしょうか。いい案があれば教えてください。
いただきました。はい、まあ、冷え性とかね、寒さはまあこれからの時期、他の方もね、同じような感じでいらっしゃるのかな。じゃあ、はい、じゃあちょっとキャラクターを選んでください。こちら、さあ、子供扱いしすぎる。なるほどね、チミさんのことを子供扱い、そういうことですね。はい、はいはい、子供扱いね、いいですか。はいはい、はい、では行き過ぎる悩み相談開始。ねえ、ちみちゃんね、大きくなったな、お前いくつになったんだ。おお、そうか、最近なんか悩みあるの。うん、いやー、ちょっとおじさんの地雷とちょっと違うな、やっぱりちょっと違いすぎてちょっと分かんないな、おじさんな、もう。おじさんの地雷なんて、あのね、え、寒いのが当たり前だったから、そんなあ、当たり前に寒かったからな、その慣れちゃうけどね。うん、チミは寒いのか。あ、どうしたらいいかね。湯たんぽ使ってんだ。湯たんぽ使うんだ。湯たんぽ、もしかしておじさんと年齢一緒かな。湯たんぽ今逆に湯たんぽ使うのか、今の子はね。あ、そっか、勉強頑張ってるか。子供扱いって難しいですね。ちょっとね、年齢ギャップありすぎて何を解決してあげられてるんだけど。湯たんぽ使ってるんですね。足ね、あね、みたいだけど。逆にでもあのぐらいの暖かさがいいんですかね。いや、でも湯たんぽじゃ解決できない。ああ、そっか。まあ、普段から結構血流とかがね、かもしれないですね。悪いのかもしれない、ね。筋トレとかがいいんじゃないですか。普通に筋トレとか運動とかね、運動するっていうのとかじゃないですかね。あと何がいいかな。冷え性で風呂に入りながら寝る。あ、確かにそうですね。ね、お風呂場をもう寝室だと思っちゃ う, ちゃうとか ね, ね、そう思い込めばいける。確かに、ちゃんと暖かいままね、ね、ちゃんとお湯、また暖かいに維持できるような、もしお風呂であればね、そうですね、とかも手だし、まあ、溺れないようにだけちょっと気をつけてもらって。あとあれじゃない、人を一人に雇ってさ、ずっと温めててもらうとか言って。ああ、いいですね。そう人肌ね、ちょうどいいぐらいですし、一人雇ってちょっと足を温めるバイト募集して。ああ、いいですね。そう、私の足に一晩抱きついてくれる人ですね。まあ、時給1000500円ぐらいでなんとか。あ、まあ、そうだね、ちょっと深夜バイトだからね、そのくらいはないとちょっとやってらんないね。なるほど、いいと思うね。確かに、まあ、あとは末端が冷えるっていうんで、まあ、もう切り落としちゃう末端の範囲をどんどん狭めていけば、やっぱ体の中心はね、多分あったかいと思うので、切っちゃったらその先もまた末端になるんだよな。別の末端ができるだけなんだよな、結局。末端が増えるだけですかね。末端増えるだけ、変わんないんだよな。全然変わんないんだよな。あれ、ね、足に唐辛子でもね、入り込んでみる。ああ、でもそれは普通にいいんじゃないですか、ね、カプサイシンで。そうそう、いけるかもしれないんだよ、ね、じゃあ、いいじゃないですか。唐辛子で。唐辛子、まあ、あとキムチに足突っ込んで寝るとかね。あ、なるほどね。なるほどね。うん、いいんじゃないですか、ね。はいはいはい。それもありだね。うんうん、はい。はい、ということで、行き過ぎキャラでのお悩み相談はここまでです。はい、ということで、些細なことでも構いません、悩みや困ったこと、決断に迷うことなど送ってください。以上、行き過ぎる悩み相談でした。ラジオラビットパーティー。